こんにちは。1年生国語、言葉の関係を考えようの2時間目の授業を始めます。教科書は247ページから248ページになります。ではまず復習からいきます。こちらの文を見てください。元気な彼は外で楽しく遊んだ。文節に分けてみましょう。できましたか？では確認をします。元気なね、彼はね、外でね、楽しくね、遊んだよとなりますね。ではこの中で彼はの文の成分は何でしょう？主語ですね。では遊んだは文の成分は何でしょう？述語になります。それでは元気な彼は、ここに線が引かれていたら文の成分はどうなるでしょうか？今日はこのように2文節以上の場合での文節の役割について学習をしていきます。課題は文節と文節の関係について理解しようです。授業の最後にはこの文節とこの文節の関係はこうだと言えれば丸です。それでは学習していきましょう。まず2つ以上の文節がまとまって主語、述語、修飾語などと同じ働きをするものを連文節というふうに言います。例題を使いながらもう少し詳しく説明をします。例題を5つ載せました。ノートやプリントに記述するか動画を見ながら考えていきましょう。1、爽やかな風が吹く。これの爽やかな風がの文の成分は何でしょう？風がというのがあるので主語となりそうですが、文節が2文節にまたがっています。この場合は主語となりそうですが、2文節以上なので語が部に変わって主部となります。2番、彼は有名な詩人です。有名な詩人ですのところの文の成分は何でしょう？線の引かれている下の文節に注目するとわかりやすいです。詩人ですは述語、2文節以上ですので述部になります。3番、風が花の匂いを運ぶ。匂いをというのは鼻
運ぶを詳しくしている就職語になります。これが花の匂いをというように二分節になっているので、就職部となります。4番雨が降ったので行かなかった。線の引かれている下の分節を見ると降ったのでと言います。のでは接続語でした。接続語で二分節になっていますので、接続部というふうになります。5番1組の皆さん話を聞いてください。1組の皆さんというのは独立しています。これも二分節ですので、独立部というようになります。このように今まで習った主語、述語、就職語、接続語、独立語、これが二分節以上の場合は語が部に変わって主部、述部、就職部、接続部、独立部となります。見分け方は線が引かれている部分の下の分節に注目して見分けるといいです。後でまた復習の問題をしますのでしっかり覚えておきましょう。それでは次です。2つの分節が対等な関係で並び、ひとまとまりで文の成分になるもの、例文を見てください。父も母も外出している。父も母もというのは対等な関係です。どちらも両方外出している。このような関係を並立の関係と言います。もう一つの例文でも、別荘は静かで快適だ。静かというのと快適というのが対等な関係で並んでいます。この2つが並立の関係といえます。それでは問題をやってみましょう。教科書の247ページの下に問題があります。次の文の並立の関係にある2つの文節に線を引きましょう。それではやってみてください。できたでしょうか。画面の方ではもうすでに文節に分けた状態で書かれています。1番、紅茶とお菓子を用意した。これは紅茶とお菓子をが並立の関係になります。大切なのは文節すべてに線を引いてください。紅茶、お菓子だけではなくて、紅茶とお菓子をに線を引っ張ってください。2番、嬉しさと恥ずかしさで顔が赤くなる。これは嬉しさというのと恥ずかしさというのが対等な関係になっています。嬉しさと恥ずかしさでに線を引きましょう。3番、明日の登山は雪か雨が降ったら中止です。これは雪かと雨が
対等な関係になっています。4番、トンボの羽は薄くて軽い。薄いというのと軽いというのが対等な関係です。薄くてと軽いの文節に線を引きましょう。5番、昨日の夜は冷たく激しい北風が吹いた。冷たいということと激しいということ、この2つが対等な関係です。冷たくと激しいという文節に線を引きましょう。できたでしょうか。並立の関係しっかりと復習しておいてください。続いていいでしょうか。主な意味を表す文節に意味を補う文節がついてひとまとまりになったもの、例文を見てください。問題点を確認しておく。これは文節では確認してと置くが分けられていますが、意味としては確認してその後に置くわけではありませんね。確認しておくでひとまとまりの意味になります。ですのでこの確認してと置く、置くという言葉が確認してという文節を補助しています。ですのでこのような関係を補助の関係というふうに言います。例文の2つ目では、今日はそんなに寒くない。これも寒くないというのが2つで1つの意味になっていますので、寒くとないが補助の関係になっています。補助の関係を見分けるポイントは、てもしくはでがあることが多いです。てやでに注目して見つけていきましょう。それでは問題です。教科書の247ページの下に問題がありますので解いていきましょう。次の文の補助の関係にある2つの文節に線を引きましょう。1番、画面ではもう文節に分けられた状態になっています。今年初めての雪が降ってきた。降ってのところに雪がありますね。ですので降ってときた、ここが補助の関係です。2番、坂の上に小さな家が建っている。これも立っての手に注目して、立ってと家が補助の関係です。3番、覚えたばかりの歌を歌ってみる。歌ってみる、歌ってから見るわけではないですね。歌ってみるで一つの言葉になります。4番、祖母の重そうな荷物を持ってあげた。持ってとあげた、持ってからあげたわけではないですね。持ってあげたって一つの意味です。5番、みんなにぜひ見てほしい映画がある。これは見てほしい、手に注目して見分けていきましょう。これが補助の関係になります。手や手に注目して見つけられるようにしましょう。それでは最後に連文節、文の成分の中の主語、述語、修飾語、接続語、独立語、そして今日やった主部、述部、修飾部、接続部、独立部のどれに当てはまるか考えていきましょう。この問題は教科書に載っていませんので、
ノートに移すか、画面を見ながら答えが考えられるといいです。それでは確認していきます。雪が降っている。でも傘は持っていない。このでもは文と文をつなぐ役割をしていますので、接続語、きが答えになります。次、丸に、ポツポツと雨が降る。雨がというのは主語ですね。答えはあです。3番、大きなものがどんぶらこと流れてきた。流れる様子を詳しく説明しています。就職語になります。おが正解です。4番、やあお久しぶりです。やあというのは独立語でしたね。答えはけになります。5番、岐阜には金火山がある。文の最後に来ています。あるというのは述語です。うになります。続いて、広い砂漠に100頭のラクダが歩いている。6番、広い砂漠にというのは、様子を詳しく説明しています。就職語としたいところですが、これは、広いね、砂漠にね、というふうに、二分節になっていますので、これは、就職部かが、正解です。7番、100頭のラクダが、何々がです。これも、100頭のね、ラクダがね、というふうに、二分節になっていますので、主部、いが正解です。8番、歩いている。文の最後にあるので、述語。としたいところですが、これも歩いている、歩いてね、いるよ、文節が2つに分けられます。ですので述部になります。次の問題です。小学校6年生の皆さん、中学校のルールをしっかり覚えておこう。小学校6年生の皆さん、丸9番は呼びかけをしています。独立語ですが、小学校6年生のね、皆さんね、というふうに文節が2つに分けることができます。ですので答えは子、独立部になります。続いて10番、しっかりというのはその後の覚えるというのを詳しく説明している言葉になります。文節も一つですので、就職後、をが正解です。最後、11番です。覚えておこう。これは文の最後ですので、述語としたいですが、覚えておこう。文節が2つに分けられますので、述部、絵が正解になります。できたでしょうか。このような問題、言葉の関係を考えように関わる問題は e ライブラリーに多く載っています。ぜひその問題も繰り返しといて、しっかり理解できるようにしましょう。これで言葉の関係を考えよう2時間目の授業を終わります。ありがとうございました。